県教育委員会はパワーハラスメントで30代の女性教員を自殺に追い込んだとして、県立高校の主任だった男性教員を停職3ヶ月の懲戒処分にしました。今回パワーハラスメントにより一人の善と有望な職員を失ったこと、県教育委員会としまして大変重く受け止めております。これは県教育委員会が今日記者会見して発表したものです。それによりますと、2020年6月、県立高校の主任を務めていた59歳の男性教員が、同じ学校に所属していた30代の女性教員に対し、業務内容について執拗に問い詰めました。その後も十数回にわたり、女性教員に対し不満をぶつける内容を含む手紙やメモを女性教員の机の上に置いたということです。こうした行為は当時の校長が止めたにもかかわらず、この年の10月には仕事は一切お願いしないなどとする内容の手紙を置き、女性教員は自殺しました。亡くなったのは手紙を置いた翌日と推定されています。主任だった男性教員はその後別の県立学校に移動し、今日まで勤務していました。将来有望な若手教職員がパワーハラスメントにより自ら命を絶つという大変痛ましい結果となり、一人の大切な職員を失ったことに対し懺悔の念に耐えません。男性教員は二度とこのようなことがないように決意しているなどと話しているということです。停職後は学校現場に戻る意向を示しているということです。